い、皆さんこんにちは。長岡 HR420 桃助です。今日は岐阜県大垣市に新型のオービスが設置されたということで、なんか今までのとねちょっと違うらしいんで、見てきたいと思います。はい、これですね。なんかねオービスには見えないね。黒とオレンジで、まあちょっとオレンジが入ってるんで遠くから見てもね目立つかなと思います。縦長の形ですね。大きさはどうだろう、高さはまあ7、80センチかなっていうね、箱の高さになってます。はい、ということで、まあ、こんな市街地型のねオービスがこれから増えてくるらしいんで、まあ、いずれにしても安全運転にね気をつけなきゃと思いました。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。登録こういう感じ。